はいどうも、島村楽器甲府昭和店エレキギター担当の坂本と、島村楽器甲府昭和店デジタル楽器担当の井出です。よろしくお願いします。オンラインミーティングだったり配信だったり、レコーディングするにあたって必要なマイクですね。それについて簡単にご案内をさせていただこうかなと思います。元プロ目線からよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いについて簡単にお話をさせていただこうと思います。それぞれの用途ですね。まず配信向け、ライブ向け、あとはレコーディング向け、この3つに絞ってご案内をさせていただきます。早速ですが、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いについて、お話ししていこうと思います。じゃあまずダイナミックマイクから。じゃあこちらの性能パーチから。定番なマイクですね。超ド定番です。スタジオに行けば必ずあります。それぐらい超ド定番なマイクになりますね。ダイナミックマイクの特徴としましては、非常に耐久性が強いです。正直落としても大丈夫だったり、落としちゃダメなんですけどそれぐらい耐久性に特化しております。タウリングとかに強いです。なので割とライブ向きと言われている。デメリットなんですけれども、後ほどご紹介させていただきますコンデンサーマイクに比べて取れる集音をする、音域幅っていうのが非常に少ない。どちらかというと、レコーディング向きではなかったりします。はい、じゃあ次、コンデンサーマイクですね。コンデンサーマイクなんですけれども、ダイナミックマイクと比べて、非常に高音域まで、広い音域で集音が可能なので、レコーディングとかに向いております。ボーカル取ったりとかアコギ取ったりとか、そういった微妙な高音のニュアンスとか、そういったものまでしっかり集音できる、レコーディングに重宝されるマイクになります。デメリットとしては扱いがちょっと難しいです。非常にデリケートなマイクになりますので、湿気だったり、衝撃だったり、そういったものに非常に弱いです。じゃあまず配信向きのマイクということでご案内させていただきます。配信するならコンデンサーマイクおすすめでございます。ダイナミックマイクってかなり口元とか楽器に近づけないと集音ってできないんですけれども、コンデンサーマイクって、今使ってはいるんですが、非常に集音性が高いので、本当にゲームとか手元忙しかったりとかガチャガチャするじゃないですかね。体動かしたりとかね。スプラトゥーンでもね、スプラトゥーンジャイロあるからね。ジャイロあるでこうね、常にマイクが同じ場所にあるというわけではないので、コンデンサーマイクがいいかなと。あと単純にもう音がきれいに取れるんでね。これ実は接続タイプが異なるものになりまして、まず皆様から左手側のこちら、マランツのコンデンサーマイクなんですが、USB のコンデンサーマイクになります。こちら右側ですね。右側の方が通常のコンデンサーマイク、XLR 端子で接続するタイプのコンデンサーマイクになります。明確な違いですね。というのが、まず値段です。桁が1つぐらい変わってきますね。 USB と普通の値段の違いもあると思うんですけど、USB のデメリットって何ですか？USB のデメリットなんですが、いろんな環境によるので一概にこれがダメっていうのは言いにくいんですが、普通のコンデンサーマイクと比べて若干ノイズとかが入りやすいかなと。何かしらの影響を受けやすかったりだとか、といったことがあります。ちょっと安定しないところとかもあったりする。こちらの、コンデンサーマイクですね。音がいい通常のものに関しましては別途でオーディオインターフェースが、必要になってきます。電源とか必要ですよね。そうですね、電源を必要としますので、バンタム電源ですね。よくオーディオインターフェースの後ろにプラス 48V みたいなものが書いてあると思いますので、必ずどちらをオンにして、使ってあげてください。USB タイプに比べてやっぱ若干お高めにはなってしまうので、ちょっと導入しづらいという方もいらっしゃるかなと。オーディオインターフェースも必要になってくるからっていうのもありますね。そうですね。じゃあ次に、ライブ向きのダイナミックマイクの、ご案内をさせていただきます。冒頭でもちらっとご案内をしましたShureの SM58、 超定番なマイクなんですが、なんでこれが定番かと言われる理由ですが、非常に癖がなくて扱いやすいです。でかつボーカルの一番おいしい、中音域ぐらいのグワーっとした圧をね、しっかりと再現してくれますので、非常に使い勝手のいいダイナミックマイクになります。ボーカル用だとこの58になるって聞くんですけど、57と何が違うんですか？57に関してはあっちはスーパーカーディオイドっていう超単一指向、より取れる幅が狭い状態だから、一応楽器用っていう感じに。楽器用でもありますね。で、先ほどから映ってます一番右側のShureの KSM8、こちらのダイナミックマイクでございます。そちらのマイクお値段なんと、6万と5,780円。高いっす。高いですね。高いです。ただ高いと言われてる理由がね、音がいいと。ああ、そうか、もう音がいいと。それにも集約されてるわけですね。集約されてます。かつハウリングにも強くて、かつ高音抜け具合もめちゃくちゃいいと。なのでマイマイクをお探しの方、ちょっと他の人とは別のマイクを使いたいとか、そういった方に、おすすめしたいマイクでございます。あ、これと。はい。でもやっぱこれもライブ向きな感じ。ライブ向きですね。プロからの信頼も得ている非常に高音質な高耐久なマイクになりますので、ぜひご検討いただけたらなと思います。レコーディング用ということでコンデンサーマイクご案内させていただきます。昨今めちゃくちゃ大人気なオーディオテクニカさんのコンデンサーマイク。まず AT2020。あと次のグレードに AT2035、 あとは有名なところで言えば AT4040 ですね。ちなみに今、使用しているマイク AT4040 でございます。はい、使ってます。はい、AT2020、どんな方におすすめか、とりあえずなんかいろいろ撮ってみたいよとか、オンラインミーティングとかで使ってみたいよとか、そういった方におすすめです。というのが値段めちゃくちゃ安いです。試してみたい方にはぜひおすすめしたいマイクでございます。次、上の機種ですね、 AT2035、 こちらに関しましてはなんとショックマウントと呼ばれるものがついております。こちらなんぞやっていうお話なんですが、コンデンサーマイクって非常に感度が高いマイクなので、マイクスタンドからの下のこの例えば足音とか、拾えますよね。そう、拾っちゃうので、できる限り設置面積を狭くしたいと。無駄な雑音を入れたくない。レコーディングってめちゃくちゃシビアな作業ですので、できる限り無駄な音をね、排除するという、そういった目的で使われるものになります。じゃあ次に AT4040。こちら特徴としましては、ザ普通です。普通。むしろそれがいいっていう。そう、普通っていいんですよ。何がいいのかというと、本当に味付けがなく、素材の味を生かすみたいなね。料理も一緒なんですよ。料理するんですか？しますよ。はい、ということで癖がない音で撮れるということは、後々編集とかってすごいしやすいんですよね。で、あとマイクで録音する際に事前にマイクプリアンプとか、しっかりしたものとかコンプレッサーとかね、用意して録音する、プロの環境とかってそうなんですけど、そういった時にちゃんとどれぐらいかかってるかなとか、そういったものがパッとで分かりやすい、そういった面でね、普通のマイクということで取り扱いがしやすい、音を加工しやすい。もちろんでもそれを、最初に出た配信とかで使っても、問題はない。全く問題ないですね。特に歌ってみたとかボカルのレコーディングしたい方にはおすすめしたいです。 AT4040 一押しですね。まとめになります。まずライブ用に、おすすめしたいマイク、定番で、SM58 ですね。はい。そして KSM8、こちらおすすめしたいです。そしてレコーディング用ですね。この AT20202035、あとは AT4040 ですね。こちらをおすすめしたいです。そしてオンラインミーティングだったり、配信とかに、気軽に使いたい方、この USB マイク、もしくは先ほど説明したオーテクのコンデンサーマイクとか。それよりいい音で配信とかね、オンラインミーティングができるといいのかなと思います。今回紹介したのはあくまで、入門機の方が多いですね。そうですね。とりあえず迷ったら、先ほどご案内した機種を選んでいけばいいかなと思っております。でもそれでさらにいい音で選びたいっていうふうになったら、ぜひお店に来てもらって相談していただいて、受けたまります。最後のものをご案内いたしますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今回以上になります。岡村楽器広告店ギター担当の坂本と、島村楽器広告店デジタル楽器担当の家でお送りしました。はい。またぜひ次回もよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。動画は最後まで見ていただきありがとうございました。またどんどん他の機材等も紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメント欄の方で何か紹介してほしい機材等ございましたら、ぜひ教えてください。また次回もよろしくお願いいたします。